はいどうも、アキです。パワープルアプリやっていきます。はい、今回の動画ですね、深夜に申し訳ございません。こちらドゥン、はい、バトスタ用のねチームが完成、とりあえずまあすぐに儚い命ですけれども、とりあえず完成したのでご紹介と、まあいろいろねバトスタについて、開幕前夜なのか前朝なのか当朝なのかもわかんないんですけど、話していこうかなと思います。はい、ですね、まず一番最初に話さないといけないのが、アップデがありましたね。アップデ、メンテかどっちかわかんないですけど、最近。あれで何が変わったかって、スタジアムでの点数の出し方が多少変わったよと。まあ、今日、昨日、なんですか、月曜日からですね。実際やってみたんですけれども、変化球ボーナス等々がつくとか、はい。変化球をね、打つと今までだとボーナスがついてなかったのが、総変量に合わせてつくとか、まあ僕も、なんで1試合目で46万点も出せましたわ。はい。でも以降やってませんのですが、あとランナーがいる時に抑えたらどうこうとか、3球三振したらどうこうとかで、ちょっと要はスコアが良くなるようになったと。まあ普通にねいいんじゃないかなと思います、全体的に見て。まあもらえるメダルと友情ポイント量が増えるなら僕は何でもいいです。はい、ガチャメダルガチャとね。はい、でまあそれでもう一つね、大きく2点アップデートで変わっていて、メンテで変わっていてですね、もう1点がですね、操作のちょっと見直しをしたと。操作が来るタイミングので、実際どういうことかというと、大体ねまとめサイト等々でちょっとちらほらとね話題になっていましたが、どうやらピッチャーの時に、打順操作が来なくなったのではないかと、言われております。はい、なのでね、今回のバトスタにどうつなげるかと言いますとですね、僕今日の動画というか、何時間前かの動画でね、ピッチャーは二刀流するのがいいんじゃないかなんていうねサクセス動画出しましたが、うん、実質微妙だなっていうところです。はい、自走車回ってこないんだったら、普通に二刀流じゃなくて普通のピッチャーで作ってよかったかななんて思っております。はい、うん、まあ微妙なとこですけどね。はい、自走車なんていうんですか、オートの時にパワーヒーつけてたらホームラン打ってくれるかもしれないので、オートで打つホームランも普段よりね点数が高くなっているので、このバトスター空中戦の時、まあ何でもいいというか、どうせねすぐ作り直すんで、ですぐ作り直すってどういう意味って思っている、初心者のねバトスター初めての方とかは概要欄のね、バトスター再生リストいっぱいご覧いただくと、なんとなくねわかるんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっとねサクッとスタメン等々見ていきますか。全員 44% です。この3人ですね。フレンドに PSR の木村で、古永と虫かの PR を連れて行って、野手は、小田切、東条、せっちゃんで、はい、まあなんか、ちょっとね、ちょっとミスったなと思う点は、ミートが高くてパワーが、これ、逆だったらよかったですね。まあ、自分でホームラン打てるんで、十分いいですけどね。はい、こんな感じで。で、ちょっと守備上げすぎたかなっていうのは、実際あります。こんなに守備上げなくてよかったかなっていう、セカンドだけちょっとね、ミスったというか、まさかの地方予選決勝で全打席ホームランで負けたんですけど、で、ショートはちなみに千丸なんですけど、木村ちゃんが告白してこず、ひとまたっていうね、結局、もうよくわかんない感じです。で、キャッチャーだけデッキを変えまして、こちらのデッキで、9回の頭脳を取りに行ったんですけど、まさかの9回の頭脳を完走せずと、まあけどキャッチャーに20丸つけたんで、ちょっとマシかなと、全体的に本当に守備をちょっと上げすぎた感はありますね。まあ、いいです。というのも、一瞬で本当作り直すんで、もうちょいゴリラ型にしようかなと思います。まあ、ショートキャッチャーはこれくらい守備上げといてもいいけどね。はい。で、サブは一応普段の通りです。で、これ、小田切入れたのは、どうせ作り直してこいつらが要はベンチに行くのって、全員代打の神様でもつけれるならつけといていいかなっていうね。あんま乾燥してないやつ結構多くてついてないですけどね。はい。っていうところです。で、この間もあったんですけど、ベンチの選手のスコアは、その要はベンチの選手が代打で出たら、その代打1本分はそのパーセンテージ分増えます。ただ、スコアボーナスというのはこのスタメン、1部から9番までと抑え中継ぎなんで、44×僕の場合だと 44×11% 分最終的なスコアが上ぜられると。まあ、なので、ベンチまで今のうちに作るべきかどうかというと、僕はもうそこはね、別にやらなくていいんじゃないかなと思ってます。まあ、もちろんやった方がいいけど、時間的にめんどくさいでしょうっていうね。はい。で、先発ピッチャーこんな感じですね。はい。まあ、一応二刀流してるけど。まあ、作り替えですかね。まあ、こんな感じですね。こいつだけなんで二刀流やめました。さっき作ったんですけど、さっきほんとこいつ作り終えたんですけど、二刀流やめました、こいつ。はい、
こんな感じです。こいつとかもうがっちり二刀流な感じしますね。はい。で、中継ぎは1枚こんな感じで A ランク投手ができましたと。で、特筆すべきはこちら、はい、抑えがまさかのね S ランクピッチャーできちゃいましたっていう感じですね。 S ランク抑えできちゃった、わっはっは。はい、S ランク抑え、はい、びっくりですよね。別に盆栽で代表で、盆栽で代表でピンチャンで S ランク抑えできちゃいました。盆栽で、はい、盆栽で代表でピンチャンで決勝まで行って、まあけどピンチャンの中では全部マックスの点が取れたのかな、経験点的には。なんかよくわかんないですね、 S ランク投手。ただちょっとね、あれサクセス打消増しになったのかなって思った瞬間ではありましたね、 S ランク抑えができた瞬間は。はい。で、一応初心者の方に解説しますと、星印がボーナス対象って書いてるんですけど、要はこれはスコアボーナスの方になる方、要は最終的にヒット1本、ヒット何本、ホームラン何本とか、なんかダブルプレー何個みたいなのが全部合わさって、例えば20万点だったら、20万点で自分のスコアボーナス、11人が 200% だったら3倍になる。そのもともと10万点だったポイントが3、何万点って言ったっけ、もともとのポイントが10万点としましょう、それで全部合わせたのが。で、スコアこれ全部合わせたのが 200% だったら、3倍になります。なんで30万になります。ただそのなんで元々の10万の部分を増やすためにはベンチもね、例えばベンチの選手が代打で出た時に自走車オンとかだとね、そいつがホームラン打った、そのホームランは、パーセンテージ、例えば 50% だったとしましょう。 50% のやつが、代打で出て自分が自走車オンでホームラン打ったら、自走車オンでもオートでも一緒なんですけど、要はそのホームランが 1.5 倍になります。で、 1.5 倍になるのが、その難しいな、これなんて説明したいんだ、でも伝わってますよね多分。 1.、そのホームラン1本分は 1.5 倍になります。なのでそう考えるとやはりまあ大事ですけどね、まあ、基本的に先発が働くもんなんで、先発のメンバーが、まあなんで今回僕はまあ代打、後々ね、明日どうせグラビトン PR、 グラビトン荒井だっけ、マックス村井だっけ忘れたんですけど、どうせ僕は PR ぐらいがね累計報酬で配られると思ってて、それがねあれになるかなと思うんで、累計にね、パーセントに。あれ、ならないかな？まあ、なってどうせ作り変えると僕は思って作ったんですけど、もしならなかったらちょっと気に食わないやつだけ作り変えます。セカンドはちょっとさすがにヘボすぎるのと、能力が。そうですね。キャッチャーもちょっとパワー低いし、ちょっとなんか微妙ですね。とね、あともう一個気になってるのが、ちょっとチームランク高いなと思います。これ先発ピッチャーも一番弱いやつにやっててですね、一番強いやつだと1万5000。18,500 超えちゃうんで、18,500 ずつで変わってってるんで、戦う相手がちょギリギリにこれで抑えてるんですけど、もうちょっと下げたいなっていうところがあるんで、さっきの動画のコメント欄にもあったんですけど、何時間か前に上げた動画のね、僕は正直スタミナ1だで、能力がめっちゃ低いピッチャーでパーセンテージだけつけるっていうのは全然ありだと思います。はい。それで要はパーセンテージはあるからスコアボーナスは変わらずなんですけど、チームランクを落とすのと、スタミナ1だと、速攻ね、変わってくれるよねっていう、はい、スタメンとね、っていうところで、全然僕はそれやろうかなと思ってます。で、僕の勝手な予想でずっとグラビトン荒井の、あれが配られるんじゃないかって言ってたんですけど、今思うとね、多分ここに書いてある気がする。いや、もしかしたらグラビトン荒井累計で一切配らないかもしれないですね。ここの部分読んでいただきたいんですけど、今回のスコアボーナスキャラはなんとかになりますっていうところなんですけれども、昔だと、忘れちゃったな、どうだったっけな。例えば、前回だとクレバ、あれは甲子園か、熱血甲子園か、でも熱血甲子園もバトストも同じようなもんなんでね、要はスコアのやつで。前回だとそのクレバが PR で途中で配られて、要は前段階のところにここで今回のスコアボーナスキャラはなんとかなんとかと途中で配られるマンとかになりますって書いてたような気がしなくもする気もする。はい。なんでちょっとね、まあ取り急ぎ作ったっていう感じなんで、ちょっとヘボいかなっていう感じはありますね。はい。ちょっといかがなもんだっていうところは実際なくもないんで、そうですね、はい、うん、作り変えようかな、またその場合はその場合で作り変えようかなと思います。どうせ1日サクセス3、4回やるんで、この期間はね
この選手を作り変えるって考えればいいんで、もうちょっと打撃に特化させてもいいのかなと思う。ちょっとデッキも変えようかな。そしたら小田切代打の神様取らなくていいんで、こいつファーストの選手だけね、こういうデッキで作ったんですけど、筋力2編成でも十分ミートへパワーへで、これ結構サクセスミスった感じがあるんですけど、これで十分ですよね。弾道4ミートへパワーへアーチスト、これ完璧ですね。今回こういう感じの選手を量産すればいいと思います。はい、まあただね、なんかそうなんですよ、小田切入れてる理由はですね、サクセス動画でも言ったんですけど、やはりね、ストライク早球くれるから、なんか早球20丸取りたいけど、今回のテーマと合わなすぎ打ちっていうところですね。まあまたね、ちょっと明日忙しくて、明日動画出せるかどうかは分かんないんですけど、またいろいろな情報入り次第すぐ動画撮ってすぐ出していきますので、ぜひともねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上となります。明日からのバトスター5頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。この後はね、概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。本当にチャンネル登録していただけるとね、僕が喜ぶんで、よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。